チャンネル。東京オリンピック2020野球予選リーグ2連勝です。さあ今日ね、試合開始12時から行われた試合開始対メキシコ戦7対4で勝利してですね、これで予選リーグ2連勝で、決勝トーナメントに進出しました。まあといってもですね、決勝トーナメントには全チーム出場できるので、A グループではね、ドミニカ共和国が1勝1敗で、メキシコが2連敗になりましたけども、メキシコも、決勝トーナメントに進出できますということでね、まずは、この試合を振り返る前にですね、前回の、ドミニカ共和国戦、皆さん大変なご視聴ありがとうございました。その中でコメント欄にも多く寄せられていることね、SNS 上でも寄せられていることをですね、拝見しましたけどもですね、まあ一つはですね、ワンアウト1、3塁のですね、甲斐、ファーストランナー村上、サードランナー源田のですね、セーフティースクイズの件でございますね。あのコメント欄にもありましたけども、稲葉さんは偽造スクイズって言ってましたよって、だからあれはわざと空振りしたんでバットじゃないんですよでね、いうお声をいただきましたけどもですね、まあでもさすがにあの動画を見た、まあ動画っていうか試合を見た限りはですね、あれが偽装スクイズには到底思えなかったね。偽装スクイズっていうのはそもそも一三塁でバッターはスクイズをわざと空振り、そしてサードランナーはスタートのふりをするだけで、ファーストランナーをセカンドに盗塁をさせる、そして二三塁の状況を作るっていうのが、偽装スクイズの一番の、やらなきゃいけないこと。もし仮に何か偽装スクイズなんだったら、ファーストの村上が走ってなかったことはチームでサインの統一ができてないというところで、かなりの大バット、そしてですね、あの動画ってか試合をね、見る限りではですね、源田はね、かなりのセーフティースクイズのスタート切ってましたよね。で、サードも釣られて、スタート切ってたんで、三塁誰もいなくて、キャッチャーのピックオフは成立しませんでしたけど、もう源田もほぼね、三分の一ぐらいはスタート切って、で、慌てて三塁に戻ると。仮に偽造スクイズだったら、あれ慌てて、あんだけ、スタート切らない。危ないからね。だから、これはおかしいと。これはもう稲葉さんが、選手を守るために、もしくは作戦を撹乱するために、いや、偽装スクイズだったんだよと、本当はセーフティースクイズだったのに、偽装スクイズだったんだよって言ったんじゃないのかなっていうね、ところをですね、取材してきました。あ、ちなみにですね、今日の、日本対メキシコ戦、日刊スポーツで、佐々木評論してて、まあ、今このね、車の中で動画撮ってますけども、今の今まで、日刊スポーツですね、試合、観戦してまして、その日本対メキシコ戦の、佐々木智也評論が、日刊スポーツのウェブ、そして、新聞の紙面で公開されますんで、ぜひ皆さん、チェックしてください。てか、聞いてきたんですよ。あれって本当に、稲葉さんなんか偽装スクイズって言ってましたけど、あれ本当に偽装スクイズだったんですか？選手守るために、違うこと言ってんじゃないんですかって聞いたらですね、稲葉監督はセーフティースクイズって本人は言ったつもりだったらしいんですけど、偽装スクイズって言ってしまったらしくて、だから言い間違いしてたらしいんですよ。だからその後稲葉監督も偽装スクイズってセーフティースクイズって言ってなかったっていう、偽装スクイズなんて言ってないよっていう、稲葉監督もセーフティースクイズって本人は言ってたつもりが、言葉としては偽装スクイズっていうのが出てて言い間違いしたらしいんですよ。で、それを各報道出てたとこ、ウェブでありましたけど、なんかノムさんのどうたらこうたらみたいなのありましたけども、だから、あれはミスっすね。だから稲葉さんの言い間違いをそのまま原稿にしちゃったっていう。だから元々稲葉さんは偽装スクイズって言ったつもりもないし、まあ言ったんだけども、セーフティースクイズって言ったつもりが偽装スクイズって言ってたらしくて、だから結局何が言いたいかっていうと、あれはセーフティースクイズだったんですよ。で、それで、甲斐が空振りしてしまったんで、佐々木チャンネルの、佐々木の動画の意見は全く間違っておりませんので、コメント欄の皆様、そこはしっかり、いろいろ言ってくださってみたいで、ありがとうございます。まあ、そういうのもね、みんなで勉強していきましょう。全員完璧じゃないんでね。まあ、僕もね、間違うこともあれば、皆さんも間違うことがあるんでね、そこら辺は、しっかり確認しながら、みんなでやっていきましょう。ということで、コメント欄ね、いろいろ書いてくださいましたけども、あれは偽装スクイズではありません。
セーフティースクイズなんで、サード先抜け、間違っていませんでした。っていうことをね、まず最初にお伝えしたくて、ね、動画の冒頭、行きました。さあ、ということで行きましょう。振り返りましょう。メキシコ対、日本。ね。まあ、7対4で、日本が勝ちましたけども、まあ、打順的には、まあ、初戦と一緒でしたね。1番指名打者山本、で2番ショート坂本、で、レフト吉田、で、4番ライト鈴木誠也、で、5番ファースト浅村、6番センター柳田、で、7番セカンド菊池、8番サード村上、9番キャッチャー甲斐。ね、打順は一緒でしたね。で、そこでピッチャーがね、まあ、情報通り、森下っていう形で、昨日のね、テレビ東京さんのスポーツ、の YouTube チャンネルでもね、月刊、プロ野球、ね、佐々木智也の月刊プロ野球っていう番組をですね、月末の、金曜日の夜にですね、月1回やらせてもらってるんですけども、昨日はね、秋元さんと一緒にやりましたけども、テレ東スポーツでね、アーカイブで残ってると思うんで、ぜひそこね、チェックしてもらいたいんですけどもですね、7対2でね、このメキシコ戦、日本が勝つんじゃないのかってね、予想しましたけども、まあ結果はね、7対4っていうところで、まあ惜しいっていうね、形になりましたけども、まあ、3点差ですけど、もう、完勝ですね。正直ね、初回1点取られた時にはね、おやおやってね、思いましたけど、まあちょっとね、森下も1番ね、このロドリゲスにライト前ヒット、ちょっとアウトコースになったのが真ん中目に入ってね、ちょっと制球ね、立ち上がり乱した感じありましたけど、まあこれもちょっと緊張かな。まあ本戦初登板っていうところでね、ちょっとバタバタして、でね、強化試合の時もありましたけど、ちょっとバッテリーエラー多いね。試合数が少ない割にね。で、初回ね、ノーアウト一塁からワイルドピッチでね、二塁進塁して、で、この後のレフトフライ。で、その後ね、メネセスにセンター前タイムリーヒット打たれてですね、先制されるわけですけど、ここのね、この、ワイルドピッチ痛いね。まあ、ワイルドピッチっていうかパスボールっぽいけどね。あれは回ね、しっかり取らなきゃいけない。バッと。ね。この1点っていうのはね、ちょっと流れが悪くなる、無駄な1点だったかなっていうところはありますけども、まあね、メキシコの先発、結構ね、まあ俺が言うのもなんだけど、ちょっとブーちゃんのね、でかいタイプで、結構ね、序盤、日本打線、まあ、積極的にね、行くっていうところは良かったですけど、ちょっと全員、やけに大振りだな、フルスイングするなっていうところはね、ちょっと感じたんで、まあその中も、でもね、7点取ったんで、まあいいですけども、ちょっと状況に応じてはね、もうちょっとコンパクトに振るとかっていうところもね、大事だったり、こう、初対戦のピッチャーっていうのはなかなかどういう球投げてくるかわかんないんでね、そういったところでもこの打席とかね、その状況に応じては、コンパクトなスイングもしてもいいのかなって思いましたけど、ちょっと全体的にね、フルスイング大振りが結構多かったなっていうところはね、感じましたね。で、その中ね、1点取られて、ちょっとあれちょっと、またちょっと流れ悪いよね。ドミニカ戦みたいに先制されて、みたいな感じになりましたけども、まあ2回ね、表に浅村がライト前ヒット出塁して、で、柳田三振、で、菊池がね、レフト前ヒット。で、村上三振で、いやー、またこれもチャンス作りながら点取れないと嫌な流れだなーっていうところでね、回が。打った瞬間はね、あら、これショートゴロかなと思ったらね、ショートがちょっと三遊間寄りに寄っててね、ちょっと当たりはボテボテ感あったけども、このセンター前に抜けて、この1点を取ったっていうところでね、回、グッチ。ね。この2回にね、すぐ追いつけたっていうのは非常に状況的にもね、精神的にも良かったんじゃないのかなと。で、メキシコの先発もね、球速、アベレージ136キロ。7キロぐらいでね、カーブ、チェンジアップ、ツーシームっていうところでしたけど、まあ見る感じね、ちょっとストレートスピードはかなり遅く感じたなっていうところもありますし、若干ね、手がこう、後ろで通ってくるんで、球の出どころがちょっと見にくいっていうのはね、あるのかなっていう感じはありましたけども、まあ全体的にはね、これはもういけるやろ、いけるやろ、と思いながらね、見てましたけどね。で、攻撃がね、3回表、こうね、先頭の坂本が、ツーベース。で、ここでね、吉田、サードゴロね、ああ、こう、進塁もさせれなかったか、っていうところで、メキシコのサード、ロドリゲスかね、こう、セカンドをね、ちょっとね、かなり見て、2ステップも3ステップもして、ファーストに投げて、後頭、悪送球で。で、ランナー残って1、2塁。このエラーはね、大きかったね。で、その後、鈴木誠也、センターフライの間にタッチアップ。で、浅村のピッチャーゴロで、ピッチャーね、ポロンチョ、ね、ボテボテのピッチャーゴロをグラブでね、取り切れずエラーっていうところでね、坂本が途中までね、来てて、で、まあ、ホーム、ヘッドスライディングでね、セーフになりましたけども、まあ、ミスに助けられたね、この二つのね、ミス、ね、まあ、このピッチャーゴロはね、エラーになってないですけど、この二つのミスでね、本当だったら0点、抑えられたところが、このね、逆転、勝ち越しになるね、1点を取れたっていうのは、
非常に大きかったなと思うし、まあ、このね、ワンアウト一三塁の浅村のピッチャーゴロのところでも、ちょっとんって思うところがあって、まあ、通常ね、一三塁。で、内野はホームゲッツー取らずにセカンドゲッツー。だから内野は後ろ下がってた。で、こういった時に、ピッチャーゴロが飛んだ時に、早いピッチャーゴロはセカンドゲッツーになっちゃうから、サードランナーが飛び出して、ゲッツーならないようにして挟まれながらランナーの進塁を助けるねっていうところだったんですけども、ボテボテのね、ほんとバントみたいなボテボテのピッチャーゴロだったんで、あれ坂本ね、ホーム突っ込んでいったけども、セオリーだったらあそこは三塁ストップでファーストアウトで、でツーアウト二三塁で得点圏のまま次のバッターに託すっていうところがセオリーだったと思うんだけども、これまあ坂本が悪いって言ってるわけじゃなくて、チームオーダー的にはどうだったのかなと。あのボテボテの間、まあ、坂本もね、一瞬止まったんで、まあ、挟まれて、その間に、バッターランナーとファーストランナーを三塁二塁に生かして、進塁させようっていう手だったかもわかんないですけども、ああいったところの状況がね、チームオーダー的には、チームの方針的にはどうだったんだろうっていうところはね、ちょっとクエスチョンみたいなね、ところはありましたけども、まあ、相手のミスにね、講じて、ホームにね、生還できて、あの一点っていうのは非常に大きかったなっていうところもあるし、まあ、ドミニカ共和国戦同様に相手のミスをね、ついて、得点に結びつけたっていうのは大きかったですね。で、その後ね、立ち上がりね、ちょっとね、森下もバタバタしましたけど、2回以降はね、しっかりストレート、カーブ、あと、左バッターのね、アウトコースに逃げていく、チェンジアップ、あれがね、非常に有効的に効いたんじゃないのかなっていうところでね、まあ、初回ね、失点しましたけど、2回、3回ともにね、完璧に3人ずつで抑えてね、いい流れを作って、4回表。ここでね、菊池はね、ワンアウトになってから村上センター前で、甲斐がね、思い切って引っ張って、レフト前ヒット。で、山田テストがね、甘く入ってきたところを、レフトへ引っ張って、スリーラン。ぐーっと、ナイスホームラン。ね。まあ、これでね、これでもう決まったなっていうね。で、その後ね、4回裏に、メキシコはね、エリサルデ、センター前、メネセス好調だったね、3番ね、ライト前と。で、1、3塁作って、まあ、ノーアウト1、3塁、ダブルプレー間に1点。まあ、これは日本としてはね、もう最低限。もうこの1点 OK。で、そんで2アウト取れたっていうところでね、まあ、いい形の序盤戦、遅れたなと。で、そっからね、7回、坂本の、ホームラン。で、8回表、山田テストのね、タイムリーと、まあ、中盤以降もね、しっかりダメ押しで点取れたっていうところも、非常に攻撃的にはね、流れもあって良かったんじゃないのかなと。で、8回裏ね、平が、この、メネセスにね、ツーランホームラン、スライダーをね、まあ、打たれるんだけども、まあね、これはもう7対4、まあ、試合も決まってたしね、まあ、この後でね、しっかり平も修正していく、コンビネーションね、回と作るっていうところは大事になってくるけども、まあね、7対4、結局完勝。で、全体的にはやっぱりちょっとね、メジャーリーグ2のね、アキーノスさんに聞いたんだけども、まあ、メキシコは、国内リーグで戦ってる選手中心なんで、ドミニカ共和国にも落ちるメンツだから、多分楽勝でいけるんじゃないのかっていうね、ところを聞いてましたけど、まあ、結局そうだったかなっていうね、ところはありますよね。で、全体的にメキシコのね、チームで見ていくと、盗塁がね、山田2つ、で鈴木誠也1つ、甲斐1つっていうところで、もうクイックも全くしないですし、大きく足上げて、もうキャッチャーも投げれない状況で盗塁バンバンできるっていうね、ちょっと雑かなっていうね、もうポテンシャルだけで野球をやってて、全体的にね、雑な野球多かったなと。あとね、そのサードのエラー、ね、ピッチャーポロンチョ、でキャッチャー盗塁掘ったセカンドボートっていうね、ところで、まあ、やっぱ身体的にね、能力とかポテンシャルは大きいかなっていうところもありますけども、まあ、野球っていうところを考えると、全体的に、まあ、守備面、特にね、雑な野球っていうのが目立ったかなと。だからまあ、自滅感もあるよね。で、そこをね、しっかりね、この、山田と坂本の2本のホームラン、甲斐のね、先制のセンター前っていうところがね、非常にチームとしては大きな攻撃だったかなと。あと、ちょっと気になったのが、投手ね、森下が5回投げて、で、伊藤博美2回、で、平1回、栗林1回っていうところで投げたんだけども、序盤のね、この得点差、考えると、伊藤博美を投げさせるのは良かったと思うけど、俺は千賀と岩崎も投げさせた方が良かったんじゃないのかなっていうね、この、左のね、リリーフで、専門で入ってんのは岩崎一人しかいないし、ドミニカ共和国戦も7回左バッターが多いところで岩崎っていう手もあったところで使わなかった。これはコンディションが上がらないから使わないのかどうなのかわかんないですけど、もうこのね、決勝トーナメントになって、まあ決勝トーナメントのね、正直1位で通過したら、決勝以外はね、まだ負けてもいい試合が続くんで、負けたとしてもまだ金メダルへね、道が、あるんで、まあ、
あの、キツキツの試合をするわけじゃないですけども、この予選リーグのうちに、正直ね、予選リーグ全敗しても決勝トーナメント出れたんで、まあもちろんね、2連勝して試合数を減らすっていうところでは、かなりね、この1位通過っていうのは大きいアドバンテージになるけども、まあ、負けてもね、決勝トーナメントに入れるっていうところを考えると、やっぱこの決勝トーナメントを含めて、どういった選手が使えるか、ね、状態いいかっていうのを把握しなきゃいけなかったんじゃないのかなと。で、その中で、まあ、千賀、特に岩崎、この二人に対しては、まあ、岩崎もね、強化試合いいピッチングしたし、でもちょっとシーズンね、ちょっと状態落ちた中で、この、オリンピックに入ってきたんで、強化試合のね、いいピッチングを、継続して、このオリンピック本戦の中でも、できるかどうかっていうね、あと、維持できてるかっていうのを、やっぱ左のサウスポー、リリーフ、専門職一人しかいないっていうところをね、考えると、使ってもよかったんじゃないのかな。ブルペンでね、ピッチングしてる姿はありましたけども、まあ、試合でね、使ってほしかったなっていうところもあるし、まあ、千賀もね、このままいけば、一試合も投げないで、オリンピックが終わるっていうところもね、実質考えられるんで、まあ、今日とかね、この、伊藤が投げた後とかね、こう1イニング使ってもよかったんじゃないのかなってね、正直こう思いますね。そういったところのね、こう全部が全部もちろん勝ちに行くのも大事だけども、まあ本戦見据えて選んでるからね、あの選んでる中でどううまく使っていくかっていうね、今後のも含めて、まあ使ってもよかったんじゃないのかな。特に岩崎はね、使ってもよかったんじゃないのかなって個人的にね、思いました。で、まあ最後ね、栗林がしっかり締めて、7対4で勝利っていうね。で、今日19時からね、アメリカ対韓国戦。で、こちらのね、勝者かな、得失点差とかもあるからどうなんだろうっていうところもあるけど、まあね、あさって月曜日にね、アメリカ、韓国と、試合っていうところになりますけど、そこではね、まあマー君がね、多分先発していくんで、そういった面も含めて、まあ、まだね、負けてもまだ金あるんで、そういったところはね、まあ全勝っていう形がね、まあ一番ね、気持ちいいところになりますけども、まあね、何回も言いますけど、勝てば、すべて OK! ね、国際大会は特にもうね、どんな内容でも、どんな状況でも、誰を使っても、勝てば全部 OK。 そして優勝すればなおよしっていうね、というところで今日もね、まあ7対4しっかり勝てたっていうところでね、OK ね、ナイスゲームっていうところでしたけども、まあその中でちょっと細かいところはね、撮影が気になるところはチェックしたっていうね、感じではあります。まあこのね、予選リーグも含めて、まあ今日の夜ね、アメリカ戦と韓国戦をしっかり見てですね、次の月曜日またね、どういう試合を見せるのかチェックしていきたいと思います。ということで、予選リーグ2連勝で1位通過、この後もしっかり戦って頑張れ日本。